開幕10試合は1勝7分け2敗。東京ヴェルディはなぜ後半戦に覚醒したのか。今季16年ぶりの J1 リーグで奮闘する東京ヴェルディもシーズン序盤戦は苦しんだ。後半の好調の原因を監督に聞くと、2つぐらいは完敗した試合がありましたが、それ以外は悲観するものではないと考えていました。我々らしく靴一足分寄せていけと言い続け、選手もやり続けることで自分たちのカラーを示せる時間が増えました。前線のレンタル3人以外は J2 時代からいるメンバーで固めたのが大きいだろうな。レンタル含む新加入組の活躍が大きいと思う。もともとスキルが高くセンスを持ってる選手が J1 の水になれ、チームが成熟に向かっている。どこが相手だろうと頭から真っ向勝負を挑む。さすが城福さんのチーム、見ていて本当に気持ちがいい。城福さんには何かしらの恩を形としてヴェルディは返していってほしい。日本人の監督としては一番だと思います。広島時代も今もちゃんと仕上げ力が素晴らしいです。一桁順位でフィニッシュしたらすごいことだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。